佐藤秀越は、3話警備保障株式会社に勤務する警備員。岩手県花巻市出身。オリジナルの初代、いわゆる秀越隊で知られる、銀行員を3年間務めた後、喫茶室ルノアールでアルバイトを始め、22年間でブロック部長にまで昇進するも退職。いくつかの職を経て、3話警備保障にて警備員のアルバイトを始める。 2004年 JR 東日本新宿駅東口で行われていた部分改築工事の際、鉄板の壁が至るところに立っていたため迷路のような状況となっていた駅に誘導係として配置された佐藤が声を使っての実際の誘導だけでは対応できないとしてガムテープを使った案内表示を作り始めたのが周越隊の始まりである。当初は駅からの指示や許可はなかったが、 無断で駅の番線表示のみを始めたところ、駅員に褒められ、許可が出たことから正式に制作を始めたという。当初、工事現場にあったガムテープは白、黒、木の3色しかなかったが、佐藤による赤、青、緑の3色の申請が認められ、電車の色に合わせた案内板の作成が可能となった。この案内表示は、当時すでに個人のブログやウェブサイトでわずかではあるが、 話題になっていた。そこで、トリオ4の山下陽子が佐藤に取材し、YouTube にインタビューの様子などをアップロードしたところ、駅利用者をはじめとして大きな話題となったほか、日本国外のブログなどでも紹介されるようになった。2007年、JR 東日本日暮里駅に再び工事中の誘導係として配置された佐藤は、2回目の大規模制作を始めた。 そこでトリオフォーが東京都杉並区公園寺にて佐藤の古典現在地をプロデュースしたところこれを機に様々なメディアで紹介され始め一躍、寺の人となったなお日暮里駅では通常の工事看板のみならず様々な広報掲示物も手掛けた同年駅長特別賞として賞状と靴下二足が贈呈された日暮里駅長とは 工事が終了してからも交流が続いている。彼特有の直線と R によって描かれた文字を指す属称一定の傾向はあるものの即興性が強いため、特定の字がいつも必ず同じ形になるとは限らない。このため、フォントとして一般向けに制作、販売もされていない。レタリング作業は主にガムテープとカッターナイフを用いて行われる。ガムテープは、 黒が基本だが、必要に応じて赤、青など、原色も用いる。見やすい文字を心がけ、ゴシック体を参考に制作しているとの本人の言葉通り、がっしりとした太い描線は透明にもよく目立つ。終越体の最大の美点は、仮説の案内表示として、短期的にしか用いられないにもかかわらず、直線的な字型の中に一手間加えて、曲線を多用していることにある。 この曲線は一旦テープを貼った後にカッターで切り取って作られている。描線の外角部分を丸く切るだけでなく内角部分もテープをわざわざ継ぎ足した上で曲線に処理されており綺麗に一定の幅を保って曲がっているように見せている。こうして文字に丸みを持たせたことで利用者が不慣れな仮設空間で感じるストレスを若干でも和らげる効果を生んだものと思われる。その他に挙げられる特徴としては 文字列全体で見た時の応戦の通しやすさを考慮したり、文、仮などの×形の端部をカッターの葉のように鋭角的に表現したりするケースが多い。一部の文字は地名を知っていればこそそう読めるほどにデザイン的に崩されている場合もある。例えば、京浜東北の京の五角目、浜の八角目、東の五角目が一本の応戦で作られている。また、京、浜。 東、赤、台などの文字に鋭い払いが見られる。秀越からだが注目された背景には、どんな書体も瞬時に印刷できる時代に、手作り文字の面白みを見せたこと、そして工事の進捗に伴って日々新しい、案内表示が出ては消える、ライブ感を醸し出したことも挙げられる。マスコミの報道によって注目されたこともあり、駅の仮設案内表示のほか、2008年の映画、 幻の山大国の大事や音楽 CD のジャケットなど多方面で使われるようになっている。2018年6月30日から9月2日、友の新ミュージアム開催の企画展、文体の練習に出展。2019年3月9日から5月19日、富山県美術館開催の企画展、私はどこにいる同票をめぐるアートとデザインに出展。同企画展では佐藤による、 公開制作やワークショップも行われた。終越大礼、東京消防庁荒川消防署、音無川出張所に掲示された標語、ありがとうございます。